皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き野々口みのるの園芸ノートです。今回はこのスリット鉢についてお話しします。どこを見ていただくかというと鉢底です。見てください。スリットの間から根っこが飛び出してますね。実を言いますとこの鉢は地べたに置いてました。スリット鉢の動画では皆様にこのスリット鉢の使用方法として下に空気が通るように、台の上に置いてくださいと、地べたに置かないでくださいとお話をしてますが、実際に地べたに置いてるとこのように根っこが出てきます。そうすると根っこ外側に巻いちゃうので、この鉢の中心部に根が生えてこないですね。本来は根っこがスリットから飛び出した段階で空気と触れて、そこで根がストップする。その代わり中心部に根を生やして、鉢全体を根っこがしっかりと、生えるというようなことをさせなくちゃいけないのですけれども、このように、地べたに置きっぱなしだとこうなってしまいます。こうしないようにしましょう。あまり説得力なかったですけれども、これは実際地べたに置いた時の起こることです。よく見てくださいね。はい。今回の動画はここまでです。いかがでしたか。また次回の動画でお会いしましょう。